こんにちは、原町接骨院久松です。皆様、寒いですけど体調の方はいかがですか？風邪ひいたり具合悪くなったりウイルスかかったりとかしてないですか？今回は、デトックスの話、危険トイレの我慢はデトックスの妨害だということでお話ししていきます。そう、トイレって普段ね、我々何気なくしてますけど、これって我慢したら非常に危険なんですよ。どういうことかというと、デトックスっていう言葉はご存知でしょうか？デトックスっていうのは、最近ね、いろいろメディアで出てくる言葉ですけども、要は簡単に言うと体内の毒素を外に排出すること。そしてそのデトックスの中で多くを占めるのは大小の排泄行為なんです。ですからもうね、もううんちするのもおしっこするのも大事な体の中でデトックス、毒素を出す行為ですから、本当に我慢はしない方がいいです。そしてその我慢をすると、その排出したい毒素が蓄積する、毒素だけじゃなくて、もうそれ自体も蓄積されやすくなります。蓄積されて結果便秘とか膀胱炎とかを招いちゃいます。そしてその便や、ね、尿に含まれた毒素を体の中に蓄積されると、結果体調不良を招いてしまうことがあります。ですからなるべく我慢しないようにしましょう。そして便秘、もう便秘はね、便意を我慢する、大きい方を我慢するとなりやすいです。そして便秘はね、出てくる症状としては、主な症状として肌荒れ、そしてだるさ、あと腹痛、あと人によってめまい、あと吐き気も出たりします。だからその便秘ってね、体の中に、ね、毒を回しやすい、体調不良を招きますから、なるべく我慢してしっかりね出していった方がいいです。そして尿の我慢なんですけども、これ膀胱炎を招いたり、膀胱っていうのはね、もともとおしっこを食べる臓器です。それがいっぱいになってなると、排出する働きがあるんですけども、それを我慢してると膀胱がね、もう溜まりすぎて炎症を起こしちゃう。それで、ね、痛みが出たり、あと逆に頻繁におしっこ行くようになっちゃって、働きが鈍くなってって形になります。あとはもっと言うと尿閉、これもう尿が出なくなっちゃう症状、それもね、本当かなり危険な症状になりますから、体に毒素回っちゃいますから、それを避けるためにも尿は我慢しないでください。まあね、便もそうですけども、ですからもうね、その時の条件によります、その時の条件によりますけども、なるべく我慢しないように、体に毒素を溜めないように、あなたの生活の中でご注意ください。ということで、今回の話もう一回まとめると、体内の毒素を出すのはデトックス行為、そしてデトックスで多くの割合を占めるのは大小の排泄行為です。我慢すると、これも蓄積されて便秘や膀胱炎を招いちゃいます。またそれだけじゃなくてね、毒素、便や尿に含まれて毒素が体に溜まると体調不良を招いちゃいます。で、便秘は便意を我慢するなりやすくて、肌荒れやだるさ、腹痛、めまい、あとね、吐き気まで出しちゃったりすることがあります。尿を我慢すると膀胱炎や尿が出なくなっちゃう尿閉を招くこともあります。ですから、その時の状況によりますけど、なるべく我慢しすぎないようにご注意ください。そして、もしこれをご覧のあなたがこういった、便秘や尿の方の症状 なので、もしお困りで病院でも、手の打ちようがないとか、そういうふうに言われた場合は、私があなたのお役に立ちます。当院の自律神経の整体を行うことにより、便秘改善された方もいらっしゃいます。もしあなたがそういったことに興味がありましたら、下の概要欄をもらって電話でもメールでも LINE でも私にご連絡ください。またもしあなたが、ご自宅が遠方であったり、また外に出るのも辛いぐらい調子が悪かったり、またこのご時世で、移動してなおかつ人に体を触られるのが嫌だっていう場合は、ご自宅でパソコンやスマホの画面を通してエネルギーの調整を行うオンライン整体っていうのを私行っております。これでしたら安全にあなたのお体を整えていくことができます。オンライン整体をもしやってみようかなと思ったら、私にご連絡ください。
そして、私毎週木曜日の夜21時からインスタグラムでインスタライブ、毎週日曜日の夜21時を目安にご覧のチャンネルで YouTube ライブやっております。ライブ配信では1週間の配信した動画のおさらいとあなたからのご質問にその場でお答えしていきます。そしてあと、ご希望がありましたら、いらっしゃる方全員で合同でエネルギーの流れを整えていくオンライン整体合同でやってます。これもね、1対1に比べると効果は下がりますけれども、やった方からはなんか寝やすくなったとか手足が温まったとか、そういうお話は聞いておりますので、よかったらご参加ください。参加いただけると私嬉しいです。そしてこの動画があなたにとってもし参考になりましたら、グッドボタンやチャンネル登録していただけるともっと嬉しいです。ということで、今回も動画を最後までご覧いただき誠にありがとうございました。